三日月マオハオスメスを選べない。主人公は胸がでかい多分 JK。 この JK がイケメソに告白したら振られて、そいつが三つ股とかする感じの多数の女にとって音楽性の合わないいわゆるクズだったみたいな感じ。これに嘆いた主人公は喪に伏していたら男に性転換する。どうやら主人公の家は性転換ができる能力者の家庭であり、主人公の父じゃも元母じゃであり、主人公の実の母だったことが判明。そこからなんやかんやあって男子高校生として編入をして寮生活を始めたら、ルームメイトのいけすかない男に恋をしてしまって男子寮なのに女になっちゃうという感じの少女漫画を始める。このネタ2000年代のギャルゲーで腐るほど見た設定で懐かしさにあんこが震えたのぜ。性転換って部分はないんだけど、大体は男装している美少女のクラスメイトが実は男装した JK だったって設定ね。それと少女漫画なので男はほぼ読まないと思うからいいと思うんだけど、男が女の子を言うところが無理って部分がとてもよく出ててべね。例えば男運が悪いとか、一方的に自分の個人的な音楽性を相手に押し付ける部分とかなのぜ。男運が悪いんじゃなくて見る目がないだけだし、世の中は多様だという部分が理解できておらず、他人という存在を理解できないという女の男から見て嫌悪する部分がよく出ていてべねなのぜ。チャンネル登録。